エビリンチャンネル。皆さんこんにちは。愛の妖精エビリンがお送りするエビリンチャンネル、エビリンビーム。さて皆さん、この動画を見ている方は先日の私のダウンタイムなのにもかかわらず YouTube 撮影を強行した動画ご覧になった方いらっしゃいますでしょうか。はい、あの時私目下絶賛ダウンタイムだったんですけれども、見返してみると結構やばい顔だったよね。やばかった。はい、あの時も説明はしてますけれども、何も知らない方が見たら、いやとうとう顔がやばくなったとか、もしくは初めて見た人がいたとしたら、このパンパンな顔の人誰よみたいな感じとか、いわゆるヒアルロン酸とかを注入して顔がパンパンになっちゃったザみたいな顔だったと思いますが、いかがですか感想。ブリンブリンだった。ただし私、皆さんにいつもお伝えしているんですけれども、美容医療っていうのは魔法ではないので、何かをしたらそれが完成するまでの間というのはどうしてもダウンタイムという期間があります。その期間っていうのはものによっては腫れたり内出血をしていたりっていうところがあるので、まあ、この前は絶賛ダウンタイムだったわけですね。で今は多分まだダウンタイム終わってないですけれども、まあ、だいぶ落ち着いてはきたというような感じです。でダウンタイムっていうのはものによって1週間ぐらいのものもあれば半年ぐらいかかるようなものっていうのもあるんですけれども、そういうのも踏まえながら美というものを追求していくのが美容医療になります。そんな中でですね、私がこの前なんであんなひどい顔になってたかというとですね、私自身肌とか唇に対しての取り組みをしていました。で前回はですね、まず唇に関して言うんであればくすみを取りたいとか張りを出したいというような思いがありました。決してですね、唇をブリンブリンにしたいわけではなくてですね、若々しい縦じわとかのない張りのある、そしてシミくすみのない綺麗な粘膜色っていうのかな、そういう唇の色を目指していたので、あんな唇になっても治療をしたんですけれども、実はですね、唇っていうのは年齢は出やすいんですけれども、意外と治療っていうのは難しいものだったので、あんなことも頑張っていたんですけれども、そんな中で唇に悩んでる方もいらっしゃるかもしれません。ということで私が行った施術も含めて唇にまつわる施術について説明していきたいと思います。気になる方は最後までご視聴ください。今日は唇ということで、まあ、唇のお悩みも様々あると思うので、うん、今日は4つに分けて持ってきました、はい、でそれについて先生に解説をしてもらおうと思います。まず1つ目はシミ・くすみ、はい、唇がくすみができるとかシミができるって皆さんもしかしたらあんまりイメージがないかもしれないんですけれども、唇にもまずシミってできます。本当にプチ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 っていう天井のシミができる方もいます。そして唇のくすみ全体がくすむ方もいらっしゃるんですけど、一番多いのはリップラインが一番濃くくすんでるタイプの方、覚えてらっしゃいます？昔宮迫さんがやってたとどろきさんっていうキャラ、リップラインを黒く描いてるキャラクターがいるんですけど、皆さんよかったら調べてみてください。そういうような感じにリップラインが中心に黒くなっているっていうようなタイプの方がいらっしゃいます。でこれって何で起こるのかっていうと、まず紫外線とか、これはいつも起こるし、それから長年の乾燥とか摩擦、あとはですねアトピー性皮膚炎の方とかっていうのもそういったくすみが起きやすいと思っています。でそれ以外にはポイントメイク、私思うんですけどティントとかあるじゃないですか、ああいう肌に沈着しちゃうものを使っている方っていうのもありがち。あとたまにいらっしゃるのはですね、アートメイクした方が変色してっていう方もいるような気がします。でも唇のシミくすみって決して珍しいことではなく、ただの加齢現象としても起こってくるものです。でこれに関して従来ではレーザーでの治療をやっていくと良くなっていくということで行っていました。ただ私が最近トライしているのはプルリアルに含まれているマンニトールっていう抗酸化成分、抗炎症成分というのがシミくすみに効果があるというのを聞いているので、プルリアルを打っている、だからブリンブリンになってたっていうことがあります。2つ目、ハリシワ、これも老化なのかな。もっか私の美容のライバルがいるんですよ、まあ、私の自宅にいる生後6ヶ月の息子なんですけどね。で見たのよ、息子の唇ね、張りがあって縦じわあるんだけどシワが浅い。浅いんだ。浅い。実は深いんだ。深い。あとなんかいい意味でのパンって張りがある感じがあって、やっぱ6ヶ月はちげえな
って思ったわけですよね。まあ、だから老化の原因は何って言ったら、まあ紫外線、乾燥、摩擦とかこういろいろあるんですけど、やっぱ老化現象かなって残念ながら思っております。ということで私が何やってるかっていうことなんですけれども、いわゆる普通のヒアルロン酸を入れて、そして唇に張りを出すっていうのは、まあ、これは今でももちろんやられているんです。ただ、昔ながらのやり方だとどうしてもヒアルロン酸加強されているので、ちょっとねブリンブリン感が過ぎることもあったりするので、そこまでボリュームを出したくない方、あくまで張りを出したいですよっていう方は、加強されてるヒアルロン酸ではなく非加強のヒアルロン酸によってふっくら感を出していくっていうのがありかなと思っています。そういう中でプルリアルデンシファイというものは非加強のヒアルロン酸が入っていて、でそこに含まれているマンニトールという物質がヒアルロン酸を分解抑制する作用があるんですよね。だから非加強のヒアルロン酸なんだけれども、マンニトールの作用によってヒアルロン酸が分解されて吸収されるっていうのを遅くしてくれるというデータがあります。そしてポリヌクレオチドが入っていることによってコラーゲン、エラスチンが生やされる、これによって張りが出てくる効果があるんじゃないかと言われているので、私が求める中身がきちんと詰まってて張りがあってくすみとかシワとかがない状態にするにはプルリアルいいんじゃないかと思って、という仮説のもと今試しているところです。3つ目、ボリューム。はい、これは、まあ、加齢をしてくると唇のボリュームってそのものもなくなってくるんですけど、もう一つこの上唇の部分のたるみが起こってきます。赤ちゃんの唇っていうのはここの部分のたるみがないのでこうめくれ上がってるんですよね。ところが年を取ってくるとここが伸びてきて、めくれ上がってた唇がだんだんこういう風に下を向いてきます。で下側に巻き込まれていくとどういうことが起こるかっていうと、上唇がすごく薄くなってくるんですよね。だからおじいちゃんおばあちゃんの唇っていうのを思い出してみると、まず皆さんが人中って言ったりするこのエリアですよね。このエリアがすごく伸びていて、さらに唇がすごく薄い状態、それを思い出すんじゃないのかなと思っています。でそういう状態になるとやっぱり老けた印象があるので、上唇のボリュームというのはそれなりにあった方が良いということで、単純にボリュームを出すためには従来のヒアルロン酸を使ってボリュームアップするということをいたします。でもねこれ最近相談があって、皆さんに言うと、はあなるほどって思う方がいるのは、唇って注入しすぎると唇が熱くなるんじゃなくて、ヒアルロン酸が唇の外に逃げてっちゃうの。唇を越えた肌側の方にヒアルロン酸が逃げていきます。そうすると唇がワンちゃんみたいになるとか、こういう感じでこの辺が盛り上がってくるんですよね。これはね、唇にヒアルロン酸を打ちすぎた方の典型的な症状なので、なんか唇じゃないその上とかがもっこりしてきたら入れすぎだということで、一回溶かした方が素敵だと思います。それで舌入れるともうブリンってなっちゃうってことでしょ。ブリンってなるね、はい。4つ目、下がり口角。こうなってる人ね。そう、本当はですよ、口角の位置がこういう風になったらいいんですけれども、なかなかこれって難しかったりするわけですよ。で口角挙上術とか手術私もやってますけど、やったって唇が丸ごと上側にくっつくわけではないんですよね。パーツそのものを上に移すっていうことは難しいです。で私自身はもう口角挙上術っていうのは口を切ってこの口角の向きをちょっと変える手術を受けてるんですけど、そこまではやらないよっていう方には口角下正筋というところにボトックスを打つと口角が下がるのを予防してくれます。ここ注意してほしいのは、口角が決して上がるわけではないんですよね。口角下正筋っていうのは口をへの字にするような働きがあります。なのでボトックスを打つとこっち側に唇が引っ張られることがなくなるので、口角が上がるというよりは口角を下がらなくする、そんな注入だと思ってください。美容医療いろいろ教えてもらったんですけど、まあ、先生が日々の唇ケアで気をつけてることってありますか？やっぱりですね、ラブミリップスを使うところ。 CM 入っちゃったな。はい、じゃじゃん。すごいよね。いやすごいよ。最近嬉しいなと思うのは、浮気をしてやっぱり戻ってきましたっていうお声、わかるわかる、ただずっと盲信して使うだけじゃなくって、ちょっと他の男にも手を出したけどやっぱりあなたが一番みたいなさ、そういうのいいよねって思ってます。なので皆さん他を使ってぜひ戻ってきてほしい、そんな感じで思っております。
ね、長いこと欠品してたけど、そうそうそう、すぐ欠品します、うちのブランド。ダメだねそれね。あとはね、最近よく聞かれるんですけど、唇の日焼け対策っていうのを聞かれるんですけど、うん、唇用のリップバームみたいな形の日焼け止めっていうのも実際売っています。ただ SPF とかが弱いものが多いんですよね。リップバーム的な日焼け止め塗ったから安心かっていうと、そこまでは言えないので、あの皆さん唇に関しては注意はしていただいた方がいいかなと思います。今回は唇のケアについてお話しさせていただきましたけど、いかがだったでしょうか。シミは気になるけど、口の問題までたどり着く人って美容初心者だといないのかもしれないんですけれども、意外と唇というのは大切なパーツです。なんでかというと、顔の下半分のほとんどを占めるパーツ、そして唯一のパーツっていうのが唇なんですね。だからマスク時代が終わってしまったので、唇がイケてないとどうも顔がいまいちっていうようなところがあると思います。で、唇が小さすぎたりすると寂しい印象とかになるし、くすんでいると顔の下の表情がなんだかなっていうようなところがあると思うので、顔の下半分の表情を決める大切なパーツが唇ということで、皆さん唇にもちょっと目を向けてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。